ギリシャ国家社会主義党は1932年から1943年まで存在したギリシャの政党。ゲオルギオスメルクリスギリシャ国家社会主義党はギリシャ第2共和制での1932年2月にゲオルギオスメルクリスによって結成された時点ではギリシャ国民連合、鉄の平和などを含む同国の極右集団の一つであった。しかし最も熱烈に アドルフ・ヒトラーを支持し、組織的及び政治的な主張で国家社会主義ドイツ労働者等の模倣を試みた。以前はイタリアのファシストである労働組合に共感していたメルクリスが去った後、同党は連立政府の必要性をめぐってパナギス・ザルダリスやギリシャ大衆党から分かれた。メルクリスはカレアッツォ・チャーノとの連絡を通じ、 イタリア王国からの新しいグループへの投資を得たが、彼らはその政党に権力獲得の位置を得られるか確信が持てなかったため断念した。同党自身はイタリアのファシズムに幅広く適合したが、メルクリス自身と彼の一部の支持者はよりドイツのモデルに傾倒した。ドイツによるギリシャの占領の期間中、メルクリスはしばしばコーポラティストの政府による仲介人のような役目を果たした。 影響力を得ようとしたが、ドイツ側は大衆の支持が欠落していると考えた。ありがとうございます。